チーズ。最後の生き残りが俺だった。なんなんだそれは。どんな勇者もいずれは年老いて死ぬ。俺だけが勇者として生き続けた。俺だけ死に損ねてしまったと言った方が正しいな。その後も戦が起こるたびにただただ戦い続けた。人間を守れ、世界を救え、ただのおせっかいなんじゃないか。そんな疑問に答えてくれる奴はいなかった。世界を守るという義務を放棄することもできなかった。まあ多少は悲しかったし、寂しかった、嬉しかった。勇者なんて不要だ。あいつを殺せ、生まれて初めての勇者を辞めるチャンスの到来だったんだから。人間を守らなくていい。待って、エキドナが魔界に帰らなくてよかったよ。俺なんでこんなに話したんだろう。まさかお前だったとはな。当時世界を救ったっていう謎の大賢者様、あれは俺だ。何者なの。エキドナも四天王もバカだがいい奴らだ。